直から立候補、三宅洋平。いやまあ町田の皆さん久しぶり。16、7年前ループジャンクションっていう町田を代表するバンドと出会って、俺は吉祥寺レペゼン吉祥寺犬式っていうバンドやってて、ちょうどお互いループジャンクションはソニー、俺はビクターからデビューして、なんか日本に面白いバンドいねえなって、対バンで盛り上がるやつがいないななんて思ってたら、意外と東京の近くに仲間がいること見つけて、それから頻繁に吉祥寺や町田を行き来しながらお互いライブやってきた。そんな中です、町田のプレイハウスとかお世話になりました。その時よく言ったもんです、町田と吉祥寺に俺たちは心の高速道路を作ったよねって。町吉道、やからたちが行ったり来たりしてましたよ。今太郎くんがいろんなことを話してくれましたけど、皆さん憲法の話ちょっとしていいですか。憲法って何だろう。実は僕もあんまり意識してませんでした。なんで？だって俺はアウトロー、 Nobody can rule my life、 何も俺を支配することはできねえぜなんて歌ってきて、あんまり法律とか気にしてなかったんですよ。法律が何を言おうと、ボブ・ディランの歌詞にあるように、俺は法律の外側でだって誠実に生きてやる、法律の内側で不誠実に生きるよりずっとマシだって言い放って生きてきました。まあ今国会の中にそういう人がたくさんいて、こういう日本になってるわけだけど、で憲法って何か、今回の選挙で一番の争点はやっぱり改憲なのか護憲なのか、皆さんそれを選んでください。憲法は王様が暴走した時にそれを止める力です。あるいは国家が暴走した時に国家の暴走から国を守る力です。そこを全く勘違いしているのが今の安倍さんたちですね。日本会議の皆さん、フェイスブックに最近バンバンシェアされてる映像って見ました？憲法改憲集会で4年ぐらい前に安倍さんのブレーンの皆さんが何を言ってるか、すごく最近ここ何日かシェアされてるんで見た人は見たと思うんですけど、大の大人がこんなこと公に言っちゃっていいんだってこと言ってますよね。平和主義、国民主権、基本的人権、そんなものがあるから面倒くさいんですよ。そんなものがあるからみんなおじけづくんだ、なくしちゃいましょうってはっきり言ってるんですよ。僕のブログにも貼っつけてあるんで見てください。半年ぐらい前野党が共闘し始めて、で自民党の憲法改正草案っていうものがだんだん世の中に浸透していって、その時俺は正直まだ立候補する決意が固まりませんでした。なんでか、俺が出なくても、俺なんかが出なくても、こんな荒唐無稽な憲法改正草案はメディアや市民が直ちに叩き潰してくれるとちょっと期待してたんですよ。だけど5月の末になってもいまいち野党共闘はぬるいまんまで、あ、これじゃやばいな思い始めました。太郎くんも同じようにそれを国会の中で見てやばいなと思い始めました。で俺たちが選挙の時いろんなことを教わった大事な人が、まあ小沢さんの陸山会事件じゃないけど
冤罪ってやつ。今まで1000回同じことをやって同じビラを配ったのに捕まらなかった選挙アドバイザーが1000回目でいきなり捕まったんですよ。で、俺はその裁判に顔出して、静岡地裁、そこで太郎くんとも会って、太郎くんが、いやもう国会の中やばいね、もう与えられた質問の時間もろくろく使わせてくれない、ずっとやじやじやじ、あるいは質問に対して延々と関係ないことを喋って時間を消化する、15分とか20分の時間稼ぐのに何議席必要なんだっていう世界で、最後の1分でもうやめろって言って打ち切るような雰囲気。山本太郎を応援したい、そう思って前の選挙に出た俺も、よく考えたら3年間 Facebook 越しにシェアしてるだけ。結局太郎くんのことを放置プレイしてきて、気がついたら太郎くんハゲが1個増えてた。だけどこのままいったら、憲法が改正されたら多分みんな胃に穴が開くぜ。来年の今頃にはとっくに。その危機に気づいてほしいんだよね。俺なんかなんだっけな、バカラスーヒだかカバラスーヒってやつがあるんだよ。カバラだね。あれでなんかこう占ってもらったことがあって、占いの話かよ、とんでも候補だからね。あなたは前世過去世で今持ってるそのエネルギーを誤った使い方をした暴君でした。人殺しまくって、領土を侵略しまくって、で今世あなたはそのカルマの全てを清算させられてますって言われたんだよね。あながち外れてねえなみたいな。大好きでさ、楽しくてしょうがなくて上り詰めてきたステージってやつが、こんなにもここへ向かう足取りが重くて、毎回出る前にドキドキしてビビって、でここに出てクリアに物を言えば言うほど、トイレにも一人で行けなくなってく、この何日間、まあ仲間が守ってくれてるから俺は大丈夫なんだけど、スピークアウト、スピークアウト、本当のことを言うだけでなんでこんなに苦労しなきゃいけないんだよ。そういう日本を変えたいんです。で、ウェイクアップ、今目覚めた人々、ヒートビート組み交わし、 You are the people。国ってなんだ、俺たちだよ。I 連綿と紡ぐこの I を紡ぎ合うこの仲間たち、 You are the people、 ヒートビート、これがまさに国なんだよ。だけど全く違う意見の人たちが今政権を担ってる。彼らはこう言ってる。国体と皇家が国なんだそうです。聞いたことがあるよね。70年前、俺は生きてないけど、あの戦争をやってた時代と同じことを言い始めてるんだよ。で、自民党の憲法改正草案はっきり書いてある。天皇を国家の元首とするって。何のために憲法を作ったんだよ。あの時暴走したものを止めるためでしょ。すると彼らはこういう、おっと三宅君違うよ、憲法草案っていうのは GHQ がケイディス大佐とマッカーサーが英文で書いたんだよ。確かにそうだ、俺もよく調べた。日本国憲法は英文で書かれてるんだよ最初。だけどそこに重原さんっていう総理大臣が9条ってやつをぶち込んだ。まあでも彼も三菱財閥系の人だから俺もよくわかんねえんだよ、どこまで信じていいか。だけどさ、大事なのはその後なんだよ。誰が書いたかは関係ない。この70年間二度と戦争したくないっていう人々の思いがその9条に宿ってきた。そこが俺は一番大事だと思ってる。ボブ・マーリーの歌にあるよ、
これまでの歴史がどんなに支配的で悲惨でも、歴史の物語の続きは俺たちが埋めてくんだって。 Redemption Song、 自由の歌。誰が書いたか違うよ。戦後間もない頃、世界中の軍人は米軍も英軍も仏軍も中軍も共産党も日本軍も、もう殺しに殺し合う戦争にこりごりてたんだよ。市民だけじゃない、現場で戦ってた兵隊が一番戦争に懲りてた。だけど原発事故と一緒なんだよ。だいたい 4,5 年で忘れるんだね、どんなに悲惨なこと。戦争に懲りごりた人々の思いが日本の憲法9条に入ってるんだよ。マッカーサーたちが狙ったのは、大戦中一番苦しめられて一番米軍を殺した日本軍を抑え込むため、日本を骨抜きにするために武力を解除して、その代わりに自分たちの軍隊と核を沖縄に置くことで、十分日本はソ連や中国に対する防波堤になるっていう考え方だったんだよね。だから多くの左派の人が手放しで言ってるほど9条っていうのは別に平和な話じゃないんだよ。そこにはバーターがあったんだよ、沖縄を犠牲にするっていう。返還される72年まで沖縄には1300発の核が置いてあった。いつでもそれを日本国内にも運んでソ連や中国に向かって撃てるっていう状態が整ってたんだ。で、右派の人たち、日本を国軍化したいとか言ってる人たちはそこの論理を巧妙に操るんだよ。9条は別に平和憲法じゃねえぞって。こういう話をさ、一体どこの政治家が右派でも左派でもだぜ、みんなに伝わるように伝えてきたかって話。俺がなんで今回立候補するか簡単に言おう。717人の国会議員中、山本太郎以外話が分かりにくいんだよ。俺より知識、名声、金持ってる人いっぱいいるかもしれないけど、政治家に求められる一番最初の力、政治力って何？人々の心を動かす力だって俺は思うんだよ。そこにそいつがマイク持って立った瞬間に、みんながそいつの話聞こうって思わせる力だけなら、俺の右に出るやつはいないと思ってるよ。ミュージシャン三宅洋平ではなくて、政治家三宅洋平として成長していく、そういうチャンスを与えてくれませんか。皆さんの力が今必要なんです。今で、太郎くんが今散々語ってきたように、巧妙に俺たちは騙されてるよね。バブルの時より儲かってんだよ、あの人たちは。だけど国には1000兆円の借金があるよっていう話に脅されて、あ、すげえ不景気なんだ、じゃあしょうがねえな、給料低くても仕事があるだけマシかって。違うよ、騙されちゃいけない。日本の国際収支はこの何十年一度も赤字になったことがないんだよ。で、それを官僚や政治家は自慢げに語るんだよ、日本は優秀です。違います、優秀なのは官僚じゃありません、政治家でもありません。日米外交の歴史を紐解くだけでも彼らはやられっぱなしです。総理大臣に至っては岸、吉田、佐藤、国民には教えられないやばいこと全部1枚のメモ帳で OK 出しちゃって密約結んでるじゃないですか。そしてそれが今アメリカの国務省から機密文書解除されて、いや実はこういう約束しちゃってんだよお前らって突きつけられてんですよ僕ら。例えば有事の時に自衛隊の統一指揮権は米軍が持ってるっていうルールが存在してます。それでよくコスプレしてる稲田さんとかがさ、国防軍とか言ってますよね。国防軍って将軍がアメリカ人で、それで IS とか総統しに例えば中東行く時に
もう米軍にあんまり予算使いたくないし、アメリカ人いっぱい死ぬの嫌だから自衛隊でいいじゃんっていう話じゃないですか。あるいは朝鮮半島で有事があった時に一番近いの日本ですよね。米軍突っ込むのそろそろもったいないからいいじゃん日本人が行けばっていうルールなんですよ。騙されないでください。これが今の日本の現実なんです。じゃあこの岸さんや吉田さんや僕たちは攻め立ててその子孫の安倍さんたちをぶっ倒してるのかって言ったら違う。沖縄のおじさんが俺にこうやって教えてくれた。許すことが一番の力で、沖縄の人が強いのは許す力を持ってるからだ。強い人はね、許すんだよ。もし今俺がぶっ倒してやる、ぶっ倒してやるって、それが革命だ。革命の定義、上と下が下と上になることなんだよ。じゃあ今金持ちのやつを貧乏人にさして、俺が超富裕層になりたいかって言ったら全然そんな話じゃない。はっきり言って俺今で十分満足してる。お金じゃ買えないものいっぱい身につけてるし、こんなにたくさん仲間がいて、メール一本、あるいはメールすらしてない仲間がこうやって俺を音楽で包んで、こうやって饒舌に喋らせに集まってきてくれるんだよ。こういう豊かさを彼らに教えてあげたいし、ここにおいでって言ってんだよ。おっと、あんたから1円も受け取らないよ。今日は俺のおごりだっつって酒おごりたいんだよ。うちの晩飯食いに来なって言いたいんだよ。超富裕層の人に友達は俺いないけど、例えばすげえ売れたミュージシャンに友達はいる。お金持つって大変だよ。誰が金目当てで近づいてきてるのか、誰が本当の友達なのか分かんなくなってくる。だからふっと時折寂しそうな顔を見せるんだよ。だから俺は一生懸命毎回胸筋開いて胸を開いて、俺はそういうやつじゃないよって、そうやって表現して友達になってくる。いろんなポジティブな政策提言を出していきたいんだよね。もちろん原発やめたい。原発やめるの簡単だよ。だって動いてんの鹿児島の仙台だけじゃん今。これを止めるにはいろいろ法的な手続きが必要でうんぬんかんぬんって言ってくる人いるんだけど、嘘つけ。九州電力が止めますって言えば止まるんだよ。原発に代わる電力、とりあえず今火力で全然電気足りてますよね。問題が一つ、火力は空気をどんどん汚していく。化石燃料をバンバン炊いていく。そこからゆっくりシフトしていくっていうことに向けて、無理やり原発を動かすような、そういう人的資産、それから金を突っ込んでいけば、 R 水素みたいなものだって全部じゃなくても 1%、2%、3%、4% ってシェアを拡大できると俺は思ってる。それこそが日本が世界に誇れる輸出品になるんじゃないですか。安倍さん、売り歩くもの間違えてるよ。で、俺は原発売り歩いてる人に対抗して R 水素を売り歩きたいんじゃないんだよ。彼に R 水素を売り歩いてほしいわけ。別に総理大臣の座から引きずり下ろしたいわけじゃないの。でも多分この話通用しないから、彼の目が黒いうちは。だから俺は今度胸を振り絞って国会に行って、そして俺と太郎くんっていう2議席作って、今までの右派だ左派だっていう分断じゃない、人々の心を溶かし合わせられるような新しい政治勢力を作っていきたい。アメリカにバーニー・サンダースがいるよ。南米にもね、コメディアンやタレント出身の山本太郎みたいな議員がどんどん出てきてる。イタリアもそうだ。スペインやポデモス、俺たちはできるっていう政党ができて、党首はパブロ・イグレシアス、俺と同い年、顔もそっくり。ネットで調べてみてよ、ポデモス、パブロ・イグレシアス。早く国際会議をしたいんだよ彼らと。地球単位で環境を守り平和を作っていく連合を作りましょうって。
第二次世界大戦に勝った人たちだけで動かす世界はもうやめましょうって。ユナイテッドネーション、本当のユナイテッドネーション作ろうぜ、国連安保理も解体しましょうぜって、たった5カ国で決めるのもうやめてくれよって。ビジョン、イマジン、想像力、押しつぶされそうな現実の中でしっかりとそれを語り、それを官僚や政治家に伝えていく、それが俺たちにできること。新しい日本作れます。夢のエネルギー、そんなものはない。だけどもっと地球に優しいエネルギーを大切に使う、そういう社会作れます。地域循環型のエネルギー、例えば町田で発電したらいいんだよ。町田で発電する方法、例えば小型風力、沖縄にすごく優秀な小型風力の発電を研究している人たちがいて、ドラム缶ぐらいの大きさの風力発電、あの台風でも強風が吹き荒れる沖縄でも壊れないんです。風の逃がし方もちゃんと作ってあって、でこんなでっかい風車がぐるぐる回って、もう鳥とかも巻き込んじゃうような、電磁波出しまくるような、景観も壊すような、あんなじゃなくて屋根の上にちょこんって乗せておけるような小型風力、技術あるんですよ。ただし電気が作れすぎちゃって、バッて風が吹いたらファンって回って、バンってファッとかバンバン言ってるけど、長嶋茂雄みたいになってきた。むしろそれを制御してコントロールする技術が追いついてないんです。蓄電技術、ここにお金使いましょうよ。予算配点簡単だよ。で、前選挙に出た時の俺はまだ幼かったから、オスプレイ1機180億円で買うんだったら、オスプレイ1機分ぐらい俺が予算持ってきたいって言ってた。でも今は日銀のサイトとか見てみたら、日本に1740兆円の金融資産が眠ってることに気づいた。1740兆円の金融資産っていうのは株や為替の資産。でもみんな株や為替あんまやってないよね。パチンコ依存症の人と勝ち組のはずのあなたたちが同じ目をしているよって、そういう人たちの都合だけで世の中動きかかってる。でも彼らもデイトレーダーとか末端のね、せいぜい何百万円何千万円稼いでる人はもう日夜寝ないでタカ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 コンピューターの前でやって必死。そこに一律に税金をかけたらやっぱりそれも不平等なんだよね。もっと苦労しないで1兆円とか生み出してる人たちもいるわけ。ここに対してちゃんと累進課税をかけてくる。累進ってのは金持ちほど税率が大きい。昔落合が年俸1億円もらっても4000万円ぐらいが税金らしいよって話を小学生ぐらいの頃に聞いて、夢がねえなとか思ってたんだけど、でもやっぱり最低限の平等を保障するにはそういうシステムが必要なんだよ。だけど今どうかっていうと、分離課税、配当に対してだけ、今ある資産ではなく入ってくる配当に対してだけ一律 20% 課税されてる。で、俺が消費税やめて富裕税をっていうことを訴えると、ネット上でもね、そういう頑張ってる小金持ちの人に突っ込まれるんだよ。おいおい、こんな頑張ってんのに俺たちから税金さらに取る気かよって。違います。1億円以上の金融資産、今すぐ株に突っ込めるお金が1億円ある、そういう稼働資産を持ってる人は198万人今日本にいます。よく 1% ピープルって言うでしょ。世界の富の 99% を 1% が握ってるっていう話よく聞くよね最近。でもこの198万人は 2% ピープルなんです。小金持ちってやつ、頑張ってる小金持ち。この人たちから反感を買いたいわけじゃないんですよ。俺が言いたいのは、この人たちにあなたたちよりもっとはるかに超越的に儲けてる人とあなたが同じ税率であることになぜ不満を持たないんだってことなんです。つま
まりあなたは損をしているっていうことなんです。だから政治を動かそうよと。できれば小金持ちの皆さん、僕や山本太郎を応援した方がいいですよ。公認会計士、開業医、弁護士、力貸してください。超富裕層の皆さん、もっと僕らに力を貸してください。だから平均 5% の課税をするっていう表現をしますけど、 1% の人は1740兆円のうちの500兆円を握ってます。ここに平均 5% 課税すると25兆円生まれるんです。これがあるといろんな夢が叶うんですよ。多分超富裕層の人たち、家にセコムつけなくてよくなるよ。感謝されるんだもん。皆さんの税金のおかげで R 水素も小型水風力による地域循環型のエネルギーも開発が進みました。あるいは基礎控除、この中で確定申告自分で書いてる人プチョヘンザ、あるいは個人事業主、基礎控除は1年38万円だよね。38万円の収入までは税金かかりません。だけど年間38万円で暮らしていけないよ。これを120万円まで上げるっていうことが資産上は可能になるんですよ。最近スイスで国民投票ありましたよね。ベーシックインカム、例えば120万円までの収入は全国民に保障されてる。そこからあといくら稼ぐかは自分で決めればいい。みんながギスギスと競い合う、そういう社会ではなくて心が豊かになる。南米のあれなんだっけ、ムヒカ大統領、ムヒカ前大統領か、彼が言ってましたよね。8時間働いて8時間遊んで8時間眠る社会を作りましょうって。できるんですよ。全然夢じゃない。さっきも言った、イマジンしよう、ビジョンを見せよう、想像しよう、できるんです。まず俺たちができるって思ってそれを官僚たちにも提出していかないと、そういう社会は実現できません。で、今までの俺たちの幼稚な論理だと、いやいや財源がないがな、何を夢みたいなことを言うとるんやって言われるんですけど、だから調べたわけですよ。教えてもらったわけですよ、詳しい人に。なるほど、ここからまだちゃんと税金取れるじゃない。で、消費税をやめたらいい。なんで？みんなが毎日貧乏な人もお金持ちの人も食べるお米とベンツが同じ税率なんですよ。でも昔の日本は戦後のある時期ちゃんと贅沢税取ってます。お金持ちから最大 90% の課税をしてた時代があるんですよ。住民税と所得税が一番高くて 90%、 しかも文句を言わずに払ってたんです、お金持ちが。なんでか、かつての経済人はこう考えてました。俺の会社だけ儲かればいいという考えではダメだ。ちゃんとそこから安倍さんの大好きなトリクルダウンですか、民衆みんなに行き渡って国が豊かで平穏じゃないと自分の企業もうまく回らないっていう考え方だったんです。つまり国体とか国家っていうよりはふるさと、法人の方、国を思う気持ちが経済人にもちゃんとあったんですよ。カントリー、イエス。今の経済人にはもはや国家意識もないよね。日本と中国を仲悪くさせて儲かるのは誰ですか？世界中の軍需産業ですよ。この人たちはもうそこでつながってる。そして情報操作して脅威を煽って、時にはテロの温床を作って俺たちを危機に陥れてる。それでいざテロが起きたとしよう、自作自演だかなんだか知らないよ、その情報を毎日テレビで繰り返す。テロ、テロ、テロ、テロリズム、テロリズム、テロリズム、テラーですよ。ホラー、テラー、テラーを広げてるのはむしろお前らだろうって。じゃあ本当のテロリストは誰だ？テロリスト。 Who's the terrorist?
誰がテロリストだってことに気づいてほしいんです。だから騙されないでほしい。今回も会見、誤見、本当はこれが争点のはずなのに、安倍さん選挙始まったら急に引っ込めちまった。なんで？ずるいから。そうかもしれない。自分でも分かってんだよ、何言ってるかを。むちゃくちゃのこと言っちゃってるって、これは受け入れられないことを言ってるって分かってなかったら、誇りを持って会見したいんだったら堂々と争点にしたらいいじゃないですか。自民党の候補者の皆さんが凱旋してたら、ぜひ大きな声で言ってください。憲法改正をもっと語れよって。憲法13条、なんて書いてあるかってね、一番頭のところ、すべて国民は個人として尊重される。個人です。これが今の憲法、私、あなた。ところが自民党の改正草案にはこう書いてある、すべて国民は人として尊重される。ここが取れてるんです。でもいいじゃん、人として尊重されるんでしょ。これがトリックなんですよ。この人っていうのの意味はね、あなたは犬ではありません、あなたは猫でもありません、人です。それは認めてあげますっていうことなんですよ。そこから子が取れてる。つまり私やあなたであるということは認めるとは限りませんっていう意味なんです。わかりやすいやね、三宅の話は。騙されないでください。いろんな候補者がおいしい話をいっぱいしてます。僕と同じように動物殺処分ゼロを言ってる人もいます。だけどその人たちが所属してる政党をよく見てください。例えば自民党、例えば公明党、大阪維新、元気、心、これははっきりと改憲勢力です。それは彼らも認めてますから。今回の選挙はそこに気づいた人たちがどこに投じるかで大きく日本の未来を変えられる選挙なんです。で、この話をぜひ家族や友達にして回ってください。残り時間がもうないんですよ。7月の10日が投票日、明日から数えて12日間、選挙期間3分の1が今日で消化しました。俺と山本太郎2人だけじゃスピーカーが足りないんです。山本太郎になってください。三宅洋平になってください。で、インターネットの憲法改正草案の比較サイトとかいっぱいあるんで、すごく分かりやすく書いてくれてるブログがいっぱいあります。たった1時間家族と話し合うだけでも理解できるようになってます。騙されないでください。78議席、121議席のうちの78議席を今回彼らが取ったら、もう秋頃には憲法改正発議なんて言葉が新聞上を賑わすようになるでしょうね。野党共闘の空気読まずに票割れ票割れって言われながらぶったたかれて、今俺がここに立ってるのは何でかっていうと、78を77にするための1を取りに行きたいんですよ。力貸してください。皆さんの力を本当に貸してください。で、今すぐ動いてください。三宅洋平という票が50万票ぐらい入らないと勝てないのが東京選挙区。前17万票取って騒がれたけど、今回は東京の中だけで50万票取らないといけないんです。で、みんな言ってくれる、今日も感動しました、1票入れます。ダメなんだよ、1票じゃ足りないんだ。一昨日か渋谷で1万人集まってくれたこの人たちが50人伝えて納得してくれないとダメなんだよね。あるいはキャス越しに、画面越しに聞いてる全国の皆さんにもできることあります。東京の友達に三宅洋平に1票入れろっていうことを説得してほしいんですよ。日本会議や創価学会の皆さんを僕はすごいリスペクトしてることが1個あるんです。彼らは自分たちの思いを託した政党を勝たせるために、選挙のたびに1人が100人でも300人でも自分の家族や友達に電話するんです。電話勝手連とかと違いますよ。
赤の他人にいきなり電話して、あ、三宅洋平事務所ですけれども、じゃなくて、もしかしたら怒らせて友達をなくすかもしれないっていうリスクを乗り越えて電話しまくるんですよ。今もやってますよ、彼らは。それを情勢分析出ました。今日の時点で全国的に野党不利です。事前投票の数が与党の方が勝ってるんです。あと12日間で逆転しなきゃいけない。三宅洋平今東京都で10番目だそうです。6番目までに俺を滑り込ませてください。マラドーナの5人抜きですよ。三宅洋平の5人抜きを実現できるのは皆さんの力なんです。声枯らしてください。素敵な文章書いてください。広めてください。お願いします。はがき書きまくってください。お願いします。三宅洋平です。東京選挙区無所属立候補、三宅洋平です。あと5分時間があるんだね。最後の5分ぐらいタスキつけとこうね。どうもこれをつけるとなんか力が吸い取られる。だけど通りすがらの皆さんも本当に会見今回やばいですよ。憲法に書いてあること、あるいは憲法改正草案に書いてあること、家に帰ったらネットで調べてね。じゃなきゃミュージシャンが選挙なんか出ねえよって話で、何を奪われるのか本当に考えてください。でよかったら三宅洋平のことを多分ね知ったら好きになってくれると思うんで、よろしくお願いします。一個夢を見せます。脱原発って何でも反対反対っていうお前は、じゃあその先に何があるんだって。R 水素の実物がこれです。ついに昨日届きました。この中にソーラーパネルとかで分解したお水を分解して水素を取り出してこの中に貯めることができるんですよ。ってことはタダで電気作れるんです。これ1本でスマホが20回充電できます。ここでパッて懐中電灯がつくはずなんですけど、技術的な欠陥が今生じているようです。赤いライトが点滅してつきません。これ1個15万円するんですよ今。あ、ついた、イエー。お水で電気がつくんだよ。これでも俺の話、夢みたいな話ですか。こういうものにお金を使うように、じゃあ俺と太郎くんで2議席取って717分の2議席分の予算を国から取ってきたら十分できますよ。これをもっと安くしてみんなの手元に届けることで、忘れてほしくないのは、だからといってバンバン使えばいいってもんじゃないってこと。歩ける距離は人が歩くとか、ヒューマンパワーに勝るエネルギーは僕はないと思ってるんで、そして節電とか省エネっていうことをもっと国家単位でプロジェクト化していけば、もっと綺麗な国づくりできます。で、いろんな難しい話一回会見ストップしましょうよ。その後にしましょうよ。その後からは僕には理想があります。 I have a dream ですよ。人間の権利しか書いてないんです、憲法には。諸悪の根源はそこですよ。戦争にこりごりた人々の思いが入った憲法の全文の中に、福島原発事故を頂点とする環境破壊にこりごりた人々の思いを書き足す必要があると思いませんか。今の日本国憲法を大幅に書き直す必要はない。ここには歴史が詰まってる、思いも詰まってる、そして70年分の精神が宿ってる。二度と戦争はしないって決めた日本人の精神が宿ってる。あとは全文に環境破壊型の文明から卒業して、生態系の権利を人権と同じく認めようという全文を書き足せばいいんじゃないかって僕は思ってます。
エクアドルはもうそれやってるよ。夢みたいなことをもっと語っていきましょうよ。その自由を奪われる前に、ヤマン東京選挙区無所属立候補、山本太郎大推薦、三宅洋平に清き1票よろしくお願いします。清き10票よろしくお願いします。いや100票よろしくお願いします。50万票集めてください。お願いします。ここから具体的なはがきの話とかしましょうか。あ、最後にでもまだ7分あるって言うんで3分だけ喋らせてください。企業がやってることっていうのをもう一個だけ情報を与えておきますね。お伝えしておきますね。 ODA 途上国開発援助みたいなのあるじゃないですか。 ODA ベトナムに橋を作りますとか言って、まるでなんかいいことしてるみたいな。体制建設、辺野古基地作ってる体制建設、例えばベトナムで2500円の橋とか架けるんですよ。でベトナムにお金貸すんですよ。2500億、2500億円のお金を僕らの税金から貸すんですよ。しかもいや、いつ返してもいいよぐらいの程度、返せないかもしれない2500億円を貸しちゃうんです、僕らの税金から。こんなに貧富とか格差が拡大して、ワーキングプアだなんだって言ってる状態の僕らのお金ですよ。でもそのお金って橋を作った方に戻ってくるんですよね。これってマネーロンダリングじゃないですか。そういう人たちが支えてる今の政権に対して、数の力できっちり 99% の人たちがノーを突きつけなきゃいけない時がもう来てます。もう騙されて黙ってんのやめましょうよ。そしてぶっ倒すんじゃなくて、一遍許しましょうよ。最後に行き着くところに I have a dream。 山本太郎や三宅洋平に政権取らせてほしいんです。二人じゃできませんよ。何百人もの俺たちの後ろに続く議員が生まれればできることです。20年でも30年でも諦めないってことを約束してください。今ここで、前回の選挙フェスは17日間で終わりました。今回は終わらせるつもりありません。それが達成できるまで、そして日本から酒巻に平和9条が世界のルールになるまで、二度と諦めないってことをここで誓ってほしいんですよ。そう思える人もう約束して、プチャヘンザ、約束は重いよ、イエー。それが俺が誇りに思う日本なんだよね。ヤマン、辺野古の基地ももちろんストップです。米軍の撤退についても冷静に話し合いましょう。その後に自衛隊が入ればいいって話でもないと思います。自衛隊は戦争よりも災害に強い自衛隊にしてください。そのために別に今と同じ予算でも構いません。防衛費、防衛費を削りたいんじゃない、殺すことから人を守って助けることに使ってほしいんです。人と人が抗う時代はもう終わりです。地球はそれを試して今俺たちを揺さぶってると思うんですよ。よろしくお願いします。三宅洋平でした。ありがとうございます。東京選挙区から三宅洋平、三宅洋平の訴えを皆様に聞いていただきました。三宅洋平、配当に対してだけ、今ある資産ではなく入ってくる配当に対してだけ一律 20% 課税されてる。で、俺が消費税やめて富裕税をっていうことを訴えると、ネット上でもね、そういう頑張ってる小金持ちの人に突っ込まれるんだよ。おいおい、こんな頑張ってんのに俺たちから税金さらに取る気かよって。違います。1億円以上の金融資産、今すぐ株に突っ込めるお金が1億円ある、そういう稼働資産を持ってる人は
198万人今日本にいます。よく 1% ピープルって言うでしょ。世界の富の 99% を 1% が握ってるって話よく聞くよね最近。でもこの198万人は 2% ピープルなんです。小金持ちってやつ、頑張ってる小金持ち。この人たちから反感を買いたいわけじゃないんですよ。俺が言いたいのはこの人たちに、あなたたちよりもっとはるかに超越的に儲けてる人とあなたが同じ税率であることになぜ不満を持たないんだってことなんです。つまりあなたは損をしているっていうことなんです。だから政治を動かそうよと。できれば小金持ちの皆さん、僕や山本太郎応援した方がいいですよ。公認会計士、開業医、弁護士、力貸してください。超富裕層の皆さん、もっと僕らに力を貸してください。だから平均 5% の課税をするっていう表現をしますけど、 1% の人は1740兆円のうちの500兆円を握ってます。ここに平均 5% 課税すると25兆円生まれるんです。これがあるといろんな夢が叶うんですよ。多分超富裕層の人たち、家にセコムつけなくてよくなるよ。感謝されるんだもん。皆さんの税金のおかげで R 水素も小型水風力による地域循環型のエネルギーも開発が進みました。あるいは基礎控除、この中で確定申告自分で書いてる人プチョヘンザ、あるいは個人事業主、基礎控除は1年38万円だよね。38万円の収入までは税金かかりません。だけど年間38万円で暮らしていけないよ。これを120万円まで上げるっていうことが資産上は可能になるんですよ。最近スイスで国民投票ありましたよね。ベーシックインカム、例えば120万円までの収入は全国民に保障されてる。そこからあといくら稼ぐかは自分で決めればいい。みんながギスギスと競い合う、そういう社会ではなくて心が豊かになる。南米のあれなんだっけ、ムヒカ大統領、ムヒカ前大統領か、彼が言ってましたよね。8時間働いて8時間遊んで8時間眠る社会を作りましょうって。できるんですよ。全然夢じゃない。さっきも言った、イマジンしよう、ビジョンを見せよう、想像しよう、できるんです。まず俺たちができるって思ってそれを官僚たちにも提出していかないと、そういう社会は実現できません。で、今までの俺たちの幼稚な論理だと、いやいや財源がないがな、何を夢みたいなことを言うとるんやって言われるんですけど、だから調べたわけですよ。教えてもらったわけですよ、詳しい人に。なるほど、ここからまだちゃんと税金取れるじゃない。で、消費税をやめたらいい。なんで？みんなが毎日貧乏な人もお金持ちの人も食べるお米とベンツが同じ税率なんですよ。でも昔の日本は戦後のある時期ちゃんと贅沢税取ってます。お金持ちから最大 90% の課税をしてた時代があるんですよ。住民税と所得税が一番高くて 90%、 しかも文句を言わずに払ってたんです、お金持ちが。なんでか、かつての経済人はこう考えてました。俺の会社だけ儲かればいいという考えではダメだ。ちゃんとそこから安倍さんの大好きなトリクルダウンですか、民衆みんなに行き渡って国が豊かで平穏じゃないと自分の企業もうまく回らないっていう考え方だったんです。つまり国体とか国家っていうよりはふるさと、法人の方、国を思う気持ちが経済人にもちゃんとあったんですよ。カントリー、イエス。今の経済人にはもはや国家意識もないよね。日本と中国を仲悪くさせて儲かるのは誰ですか？世界中の軍需産業ですよ。この人たちはもうそこでつながってる。
そして情報操作して脅威を煽って、時にはテロの温床を作って俺たちを危機に陥れてる。それでいざテロが起きたとしよう、自作自演だかなんだか知らないよ、その情報を毎日テレビで繰り返す。テロ、テロ、テロ、テロリズム、テロリズム、テロリズム、テラーですよ、ホラー、テラー、テラーを広げてるのはむしろお前らだろうって。じゃあ本当のテロリストは誰だ。テロリスト、 Who's the terrorist? 誰がテロリストだってことに気づいてほしい。だから騙されないでほしい。今回も会見、誤見、本当はこれが争点のはずなのに、安倍さん選挙始まったら急に引っ込めちまった。なんで？ずるいから。そうかもしれない。自分でも分かってんだよ、何言ってるかを。むちゃくちゃなこと言っちゃってるって、これは受け入れられないことを言ってるって分かってなかったら、誇りを持って会見したいんだったら堂々と争点にしたらいいじゃないですか。自民党の候補者の皆さんが凱旋してたら、ぜひ大きな声で言ってください。憲法改正をもっと語れよって。憲法13条、なんて書いてあるかってね、一番頭のところ、すべて国民は個人として尊重される。個人です。これが今の憲法、私、あなた。ところが自民党の改正草案にはこう書いてある、全て国民は人として尊重される。こうが取れてんです。でもいいじゃん、人として尊重されるんでしょ。これがトリックなんですよ。この人っていうのの意味はね、あなたは犬ではありません、あなたは猫でもありません、人です。それは認めてあげますっていうことなんですよ。そこからこうが教えてくれた、許すことが一番の力で、沖縄の人が強いのは許す力を持ってるからだ。強い人はね、許すんだよって。もし今俺がぶっ倒してやる、ぶっ倒してやるって、それが革命だ。革命の定義、上と下が下と上になることなんだよ。じゃあ今金持ちのやつを貧乏人にさして、俺が超富裕層になりたいかって言ったら、全然そんな話じゃない。はっきり言って俺今で十分満足してる。お金じゃ買えないものいっぱい身につけてるし、こんなにたくさん仲間がいて、メール一本、あるいはメールすらしてない仲間がこうやって俺を音楽で包んで、こうやって饒舌に喋らせに集まってきてくれるんだよ。こういう豊かさを彼らに教えてあげたいし、ここにおいでって言ってんだよ。おっと、あんたから1円も受け取らないよ、今日は俺のおごりだっつって酒おごりたいんだよ、うちの晩飯食いに来なって言いたいんだよ。超富裕層の人に友達は俺いないけど、例えばすげえ売れたミュージシャンに友達はいる。お金持つって大変だよ。誰が金目当てで近づいてきてるのか、誰が本当の友達なのか分かんなくなってくる。だからふっと時折寂しそうな顔見せるんだよ。だから俺は一生懸命毎回胸筋開いて、胸を開いて、俺はそういうやつじゃないよって、そうやって表現して友達になってくる。いろんなポジティブな政策提言を出していきたいんだよね。もちろん原発やめたい。原発やめんの簡単だよ、だって動いてんの鹿児島の仙台だけじゃん今。これを止めるにはいろいろ法的な手続きが必要で、うんぬんかんぬんって言ってくる人いるんだけど、嘘つけ。九州電力が止めますって言えば止まるんだよ。原発に代わる電力、とりあえず今火力で全然電気足りてますよね。問題が一つ、火力は空気をどんどん汚していく、化石燃料をバンバン炊いていく。そこからゆっくりシフトしていくっていうことに向けて、無理やり原発を動かすような、そういう人的資産、それから金を突っ込んでいけば、 R 水素みたいなものだって
全部じゃなくても 1%、2%、3%、4% ってシェアを拡大できると俺は思ってる。それこそが日本が世界に誇れる輸出品になるんじゃないですか。安倍さん、売り歩くもの間違えてるよ。で、俺は原発売り歩いてる人に対抗して R 水素を売り歩きたいんじゃないんだよ。彼に R 水素を売り歩いてほしいわけ。別に総理大臣の座から引きずり下ろしたいわけじゃないの。でも多分この話通用しないから、彼の目が黒いうちは。だから俺は今度胸を振り絞って国会に行って、そして俺と太郎君っていう2議席作って、今までの右派だ左派だっていう分断じゃない、人々の心を溶かし合わせられるような新しい政治勢力を作っていきたい。アメリカにバーニー・サンダースがいる。南米にもね、コメディアンやタレント出身の山本太郎みたいな議員がどんどん出てきてる。イタリアもそうだ。スペインやポデモス、俺たちはできるっていう政党ができて、党首はパブロ・イグレシアス、俺と同い年、顔もそっくり。ネットで調べてみてよ、ポデモス、パブロ・イグレシアス。早く国際会議をしたいんだよ彼らと。地球単位で環境を守り、平和を作っていく連合を作りましょうって。第二次世界大戦に勝った人たちだけで動かす世界をもうやめましょうって。ユナイテッドネーション、本当のユナイテッドネーション作ろうぜ。国連安保理も解体しましょうぜって。たった5カ国で決めるのもうやめてくれよって。ビジョン、イマジン、想像力、押し潰されそうな現実の中でしっかりとそれを語り、それを官僚や政治家に伝えていく、それが俺たちにできること。新しい日本作れます。夢のエネルギー、そんなものはない。だけどもっと地球に優しいエネルギーを大切に使う、そういう社会作れます。地域循環型のエネルギー、例えば町田で発電したらいいんだよ。町田で発電する方法、例えば小型風力、沖縄にすごく優秀な小型風力の発電を研究している人たちがいて、ドラム缶ぐらいの大きさの風力発電、あの台風でも強風が吹き荒れる沖縄でも壊れないんです。風の逃がし方もちゃんと作ってあって、でこんなでっかい風車がぐるぐる回って、もう鳥とかも巻き込んじゃうような、電磁波出しまくるような、景観も壊すような、あんなじゃなくて、屋根の上にちょこんって乗せておけるような小型風力、技術あるんですよ。ただし電気が作れすぎちゃって、バッて風が吹いたらフランって回って、バンってファッとかバンバン言ってるけど、長嶋茂雄みたいになってきた。むしろそれを制御してコントロールする技術が追いついてないんです、蓄電技術。ここにお金使いましょうよ。予算配点簡単だよ。で、前選挙に出た時の俺はまだ幼かったから、オスプレイ1機180億円で買うんだったら、オスプレイ1機分ぐらい俺が予算持ってきたいって言ってた。でも今は日銀のサイトとか見てみたら、日本に1740兆円の金融資産が眠ってることに気づいた。1740兆円の金融資産っていうのは株や為替の資産。でもみんな株や為替あんまやってないよね。パチンコ依存症の人と勝ち組のはずのあなたたちが同じ目をしているよって。そういう人たちの都合だけで世の中動きかかってる。でも彼らもデイトレーダーとか末端のね、せいぜい何百万円何千万円稼いでる人はもう日夜寝ないでタカ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 コンピューターの前でやって必死。そこに一律に税金をかけたらやっぱりそれも不平等なんだよね。もっと苦労しないで1兆円とか生み出してる人たちもいるわけ。ここに対してちゃんと累進課税をかけてくる。累進ってのは金持ちほど税率が大きい、
昔落合が年俸1億円もらっても4000万円ぐらいが税金らしいよって話を小学生ぐらいの頃に聞いて夢がねえなとか思ってたんだけど、でもやっぱり最低限の平等を保障するにはそういうシステムが必要なんだよ。だけど今どうかっていうと分離課税で、 Wake up! 今目覚めた人々、 He と B と組み交わし You are the people。 国ってなんだ、俺たちだよ。I 連綿と紡ぐこの I を紡ぎ合うこの仲間たち、 You are the people、 He と B と、これがまさに国なんだよ。だけど全く違う意見の人たちが今政権を担ってる。彼らはこう言ってる。国体と皇家が国なんだそうです。聞いたことがあるよね、70年前。俺は生きてないけど、あの戦争をやってた時代と同じことを言い始めてるんだよ。で、自民党の憲法改正草案はっきり書いてある。天皇を国家の元首とするって。何のために憲法を作ったんだよ。あの時暴走したものを止めるためでしょ。すると彼らはこういう、おっと三宅君違うよ、憲法草案っていうのは GHQ が、ケージス大佐とマッカーサーが英文で書いたんだよ。確かにそうだ、俺もよく調べた。日本国憲法は英文で書かれてるんだよ最初。だけどそこに茂原さんっていう総理大臣が9条ってやつをぶち込んだ。まあでも彼も三菱財閥系の人だから俺もよくわかんねえんだよ、どこまで信じていいか。だけどさ、大事なのはその後なんだよ。誰が書いたかは関係ない。この70年間二度と戦争したくないっていう人々の思いがその9条に宿ってきた。そこが俺は一番大事だと思ってる。ボブ・マーリーの歌にあるよ。これまでの歴史がどんなに支配的で悲惨でも、歴史の物語の続きを俺たちが埋めていくんだって。レデンプション・ソング、自由の歌。誰が書いたか違うよ。戦後間もない頃、世界中の軍人は米軍も英軍も仏軍も中軍も共産党も日本軍ももう殺しに殺し合う戦争にこりごりてたんだよ。市民だけじゃない、現場で戦ってた兵隊が一番戦争にこりてた。だけど原発事故と一緒なんだよ。だいたい 4,5 年で忘れるんだね、どんなに悲惨なこと。戦争にこりごりた人々の思いが日本の憲法9条に入ってるんだよ。マッカーサーたちが狙ったのは大戦中一番苦しめられて一番米軍を殺した日本軍を抑え込むため、日本を骨抜きにするために武力を解除して、その代わりに自分たちの軍隊と核を沖縄に置くことで十分日本はソ連や中国に対する防波堤になるっていう考え方だったんだよね。だから多くの左派の人が手放しで言ってるほど9条っていうのは別に平和な話じゃないんだよ。そこにはバーターがあったんだよ、沖縄を犠牲にするっていう。返還される72年まで沖縄には1300発の核が置いてあった。いつでもそれを日本国内にも運んでソ連や中国に向かって撃てるっていう状態が整ってたんだ。で、右派の人たち、日本を国軍化したいとか言ってる人たちはそこの論理を巧妙に操るんだよね。9条は別に平和憲法じゃねえぞって。こういう話をさ、一体どこの政治家が右派でも左派でもだぜ、みんなに伝わるように伝えてきたかって話。俺がなんで今回立候補するか簡単に言おう。717人の国会議員中山本太郎以外話が分かりにくいんだよ。俺より知識、名声、金持ってる人いっぱいいるかもしれないけど、政治家に求められる一番最初の力、政治力って何？一
人々の心を動かす力だって俺は思うんだよ。そこにそいつがマイク持って立った瞬間にみんながそいつの話聞こうって思わせる力だけなら俺の右に出るやつはいないと思ってるよ。ミュージシャン三宅洋平ではなくて政治家三宅洋平として成長する、成長していく、そういうチャンスを与えてくれませんか。皆さんの力が今必要なんです。今で太郎君が今散々語ってきたように巧妙に俺たちは騙されてるよね。バブルの時より儲かってんだよあの人たちは。だけど国には1000兆円の借金があるよっていう話に脅されて、あ、すげえ不景気なんだ、じゃあしょうがねえな、給料低くても仕事があるだけマシかって。違うよ、騙されちゃいけない。日本の国際収支はこの何十年一度も赤字になったことがないんだよ。でそれを官僚や政治家は自慢げに語るんだよ、日本は優秀です。違います、優秀なのは官僚じゃありません、政治家でもありません。日米外交の歴史を紐解くだけでも彼らはやられっぱなしです。総理大臣に至っては岸、吉田、佐藤、国民には教えられないやばいこと全部一枚のメモ帳で OK 出しちゃって密約結んでるじゃないですか。そしてそれが今アメリカの国務省から機密文書解除されて、いや実はこういう約束しちゃってんだよお前らって突きつけられてんですよ僕。例えば有事の時に自衛隊の統一指揮権は米軍が持ってるっていうルールが存在してます。それであのよくコスプレしてる稲田さんとかがさ国防軍とか言ってますよね。国防軍って将軍がアメリカ人で、それで IS とか総統しに例えば中東行く時にもう米軍にあんまり予算使いたくないしアメリカ人いっぱい死ぬの嫌だから自衛隊でいいじゃんっていう話じゃないですか。あるいは朝鮮半島で有事があった時に一番近いの日本ですよね。米軍突っ込むのそろそろもったいないからいいじゃん日本人が行けばっていうルールなんですよ。騙されないでください。これが今の日本の現実なんです。じゃあこの岸さんや吉田さんや僕たちは攻め立ててその子孫の安倍さんたちをぶっ倒してるのかって言ったら違うよ。沖縄のおじさんが俺にこれ選挙から立候補三宅洋平山町田の皆さん久しぶり。16、7年前ループジャンクションっていう町田を代表するバンドと出会って、俺は吉祥寺レペゼン吉祥寺犬式っていうバンドやってて、ちょうどお互いループジャンクションはソニー、俺はビクターからデビューして、なんか日本に面白いバンドいねえなって、対バンで盛り上がるやつがいないななんて思ってたら意外と東京の近くに仲間がいること見つけて、それから頻繁に吉祥寺や町田を行き来しながらお互いライブやってきた。そんな中です、町田のプレイハウスとかお世話になりました。その時よく言ったもんです、町田と吉祥寺に俺たちは心の高速道路を作ったよねって。町吉道、やからたちが行ったり来たりしてましたよ。今太郎くんがいろんなことを話してくれましたけど、皆さん憲法の話ちょっとしていいですか。憲法ってなんだろう。実は僕もあんまり意識してませんでした。なんで？だって俺はアウトロー。
Nobody can rule my life 何も俺を支配することはできねえぜなんて歌ってきて、あんまり法律とか気にしてなかったんですよ。法律が何を言おうと、ボブ・ディランの歌詞にあるように、俺は法律の外側でだって誠実に生きてやる、法律の内側で不誠実に生きるよりずっとマシだって言い放って生きてきました。まあ今国会の中にそういう人がたくさんいて、こういう日本になってるわけだけど、で憲法って何か、今回の選挙で一番の争点はやっぱり改憲なのか護憲なのか、皆さんそれを選んでください。憲法は王様が暴走したときにそれを止める力です。あるいは国家が暴走したときに国家の暴走から国を守る力です。そこを全く勘違いしているのが今の安倍さんたちですね。日本会議の皆さん、フェイスブックに最近バンバンシェアされてる映像って見ました？憲法改憲集会で4年ぐらい前に安倍さんのブレーンの皆さんが何を言ってるか、すごく最近ここ何日かシェアされてるんで見た人は見たと思うんですけど、大の大人がこんなこと公に言っちゃっていいんだってこと言ってますよね。平和主義、国民主権、基本的人権、そんなものがあるから面倒くさいんですよ。そんなものがあるからみんなおじけづくんだ、なくしちゃいましょうってはっきり言ってるんですよ。僕のブログにも貼っ付けてあるんで見てください。半年ぐらい前野党が共闘し始めて、で自民党の憲法改正草案っていうものがだんだん世の中に浸透していって、その時俺は正直まだ立候補する決意が固まりませんでした。なんでか、俺が出なくても、俺なんかが出なくてもこんな荒唐無稽な憲法改正草案はメディアや市民が直ちに叩き潰してくれるとちょっと期待してたんですよ。だけど5月の末になってもいまいち野党共闘はぬるいまんまで、あ、これじゃやばいな思い始めました。太郎くんも同じようにそれを国会の中で見てやばいなと思い始めました。で俺たちが選挙の時いろんなことを教わった大事な人が、まあ小沢さんの陸山会事件じゃないけど冤罪ってやつ、今まで1000回同じことをやって同じビラを配ったのに捕まらなかった選挙アドバイザーが1000回目でいきなり捕まったんですよ。で俺はその裁判に顔出して静岡地裁、そこで太郎くんとも会って、太郎くんがいやもう国会の中やばいね、もう与えられた質問の時間もろくろく使わせてくれない、ずっとやじやじやじ、あるいは質問に対して延々と関係ないことを喋って時間を消化する、15分とか20分の時間稼ぐのに何議席必要なんだっていう世界で、最後の1分でもうやめろって言って打ち切るような雰囲気、山本太郎を応援したいそう思って前の選挙に出た俺もよく考えたら3年間 Facebook 越しにシェアしてるだけ、結局太郎くんのことを放置プレイしてきて、気がついたら太郎くんハゲが1個増えてた。だけどこのままいったら、憲法が改正されたら多分みんな胃に穴が開くぜ、来年の今頃にはとっくに。その危機に気づいてほしいんだよね。俺なんかあのなんだっけな、バカラスーヒだかカバラスーヒってやつがあるんだよ、カバラだね。あれでなんかこう占ってもらったことがあって、占いの話かよ、とんでも候補だからね。
あなたは前世過去世で今持ってるそのエネルギーを誤った使い方をした暴君でした。人殺しまくって領土を侵略しまくって、で今世あなたはそのカルマの全てを清算させられてますって言われたんだよね。あながち外れてねえなみたいな。大好きでさ、楽しくてしょうがなくて上り詰めてきたステージってやつがこんなにもここへ向かう足取りが重くて、毎回出る前にドキドキしてビビって、でここに出てクリアに物を言えば言うほどトイレにも一人で行けなくなってく、この何日間、まあ仲間が守ってくれてるから俺は大丈夫なんだけど、スピークアウト、スピークアウト、本当のことを言うだけでなんでこんなに苦労しなきゃいけないんだよ。そういう日本を変えたいんです。あ、取れてる。つまり私やあなたであるということは認めるとは限りませんっていう意味なんです。わかりやすいやね、三宅の話は。騙されないでください。いろんな候補者がおいしい話をいっぱいしてます。僕と同じように動物殺処分ゼロを言ってる人もいます。だけどその人たちが所属してる政党をよく見てください。例えば自民党、例えば公明党、大阪維新、元気、心、これははっきりと改憲勢力です。それは彼らも認めてますから。今回の選挙はそこに気づいた人たちがどこに投じるかで大きく日本の未来を変えられる選挙なんです。でこの話をぜひ家族や友達にして回ってください。残り時間がもうないんですよ。7月の10日が投票日、明日から数えて12日間、選挙期間3分の1が今日で消化しました。俺と山本太郎2人だけじゃスピーカーが足りないんです。山本太郎になってください。三宅洋平になってください。でインターネットの憲法改正草案の比較サイトとかいっぱいあるんで、すごく分かりやすく書いてくれてるブログがいっぱいあります。たった1時間家族と話し合うだけでも理解できるようになってます。騙されないでください。78議席121議席のうちの78議席を今回彼らが取ったら、もう秋頃には憲法改正発議なんて言葉が新聞上を賑わすようになるでしょうね。野党共闘の空気読まずに票割れ票割れって言われながらぶったたかれて今俺がここに立ってるのは何でかっていうと、78を77にするための1を取りに行きたいんですよ。力貸してください。皆さんの力を本当に貸してください。で今すぐ動いてください。三宅洋平という票が50万票ぐらい入らないと勝てないのが東京選挙区。前17万票取って騒がれたけど、今回は東京の中だけで50万票取らないといけないんです。でみんな言ってくれる、今日も感動しました、1票入れます。ダメなんだよ、1票じゃ足りないんだ。一昨日か渋谷で1万人集まってくれた、この人たちが50人伝えて納得してくれないとダメなんだよね。あるいはキャス越しに、画面越しに聞いてる全国の皆さんにもできることあります。東京の友達に三宅洋平に1票入れろっていうことを説得してほしいんです。日本会議や創価学会の皆さんを僕はすごいリスペクトしてることが1個あるんです。彼らは自分たちの思いを託した政党を勝たせるために選挙のたびに1人が100人でも300人でも自分の家族や友達に電話するんです。電話買ってれんとかと違いますよ。赤の他人にいきなり電話して、あ、三宅洋平事務所ですけれども、じゃなくて、もしかしたら怒らせて友達をなくすかもしれないっていうリスクを乗り越えて電話しまくるんですよ。今もやってますよ彼らは。それを情勢分析出ました。今日の時点で全国的に野党不利です。事前投票の数が与党の方が勝ってるんです。あと12日間で逆転しなきゃいけない。三宅洋平今東京都で10番目だそうです。
6番目までに俺を滑り込ませてください。マラドーナの5人抜きですよ。三宅洋平の5人抜きを実現できるのは皆さんの力なんです。声枯らしてください。素敵な文章書いてください。広めてください。お願いします。はがき書きまくってください。お願いします。三宅洋平です。東京選挙区無所属立候補、三宅洋平です。あと5分時間があるんだね。最後の5分ぐらいタスキつけとこうね。どうもこれをつけるとなんか力が吸い取られる。だけど通りすがらの皆さんも本当に会見今回やばいですよ。憲法に書いてあること、あるいは憲法改正草案に書いてあること、家に帰ったらネットで調べてね。じゃなきゃミュージシャンが選挙なんか出ねえよって話で、何を奪われるのか本当に考えてください。よかったら三宅洋平のことを多分ね知ったら好きになってくれると思うんで、よろしくお願いします。一個夢を見せます。脱原発って何でも反対反対っていうお前は、じゃあその先に何があるんだって。R 水素の実物がこれです。ついに昨日届きました。この中にソーラーパネルとかで分解したお水を分解して水素を取り出してこの中に貯めることができるんですよ。ってことはタダで電気作れるんです。これ1本でスマホが20回充電できます。ここでパッて懐中電灯がつくはずなんですけど、技術的な欠陥が今生じているようです。赤いライトが点滅してつきません。これ1個15万円するんですよ今。あ、ついた、イエー。お水で電気がつくんだよ。これでも俺の話夢みたいな話ですか。こういうものにお金を使うように、じゃあ俺と太郎くんで2議席取って717分の2議席分の予算を国から取ってきたら十分できますよ。これをもっと安くしてみんなの手元に届けることで、忘れてほしくないのは、だからといってバンバン使えばいいってもんじゃないってこと。歩ける距離は人が歩くとか、ヒューマンパワーに勝るエネルギーは僕はないと思ってるんで、そして節電とか省エネっていうことをもっと国家単位でプロジェクト化していけばもっと綺麗な国づくりできます。で、いろんな難しい話一回会見ストップしましょうよ。その後にしましょうよ。その後からは僕には理想があります。 I have a dream ですよ。人間の権利しか書いてないんです憲法には。諸悪の根源はそこですよ。戦争に凝り凝りた人々の思いが入った憲法の前文の中に、福島原発事故を頂点とする環境破壊に凝り凝りた人々の思いを書き足す必要があると思いませんか。